始めます。美女司会ぶっちゃけガールズトーク。さてやってきました。美女司会ぶっちゃけガールズトークの時間です。この世の中はいろんな場所でガールズトークが繰り広げられています。19、20歳の若いガール、30、40。女はいくつになっても綺麗でいたい。ときめいていたい。輝いていたい。 そう願い、いろんな場所で会議を開いているのです。この会議は男性が知ることができない秘密の会議です。内容はぶっちゃけ合ってますよ。恋愛、美容、健康、仕事。ぶっちゃけ合った女子たちはすっきり爽やか家に帰ります。そしてまた明日も頑張ろう。そう誓い合うんですね。 そんなポジティブ思考の女子たちを私たちは美女子と呼んでいます。その究極版がこの番組美女子会なんです。お相手は私浦中咲です。そしてオーロラ香織です。二人揃ってポリネシアンです。そして今日の DJ はユージが担当いたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい DJ ユージ今日もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。なんか、うん、外に はい。<laughs> あら見に来てくれている方と違いますありがとうございます<人>美女司会 <laughs>、うん、始まりましたね <laughs> 美女司会ね、うん、はいえっ、ー、と先週はどんな一週間でしたかってはいあのカオリちゃん、うん、カオリちゃん何してたのえ何もしてないよ <laughs> 平和に過ごしてた平和に過ごしてて今日のね髪型で私言ってもいい今日かおりちゃんねすごい張り切った感じでやってきたの今日のヘアスタイルはとある人を思って作ったんですよねそうなんですわかるかな髪の毛を前髪をねペタッとこうねペタッとあののりみたいにくっつけて三3 7じゃなくて7分け91分け 8、2ぐらい今分けてペタッとさせて今、話題の <laughs> めっちゃ分けてるよね、すごい頑張って前髪をねこう分けてきたんだよね、そのかおりちゃんが今気になってし仕方がないもう気になりすぎて同じ髪型にしちゃったの、そう。 ベッキーちゃんそう髪型だけちょっと真似てみたそうやろ、うん、私ね全然ねそのことね全然もう芸能ニュース全然分かってなくて <laughs> もうどうして<え>そうさっきもねかおりんちゃんとね、うん、エンソさんまで詳しいよねそうエンソさんも詳しかったベッキーちゃんに対して、うん、ことに、ねね、ついてねみんなベッキーのことでどうなるんだみたいな心配なのねもうみんなそのみんなそれぞれの立場から こう,こうじゃないかとかああでもないこうでもないってみんなすごい言ってるからそれを聞くのがまたここの人はうう思うんだとか何ベッキーちゃんのそのこの騒動に対していろんなコメントするじゃない、うん、いろんな人が。はい、そのコメントを聞いてあこの人はこのことに対してこういう考えなんだなっていうのをなんかチェックするのがとってもそれが気になるわけ。 わかかんんななないけどなんでかな <laughs> 私はなんかもうただ別にベッキーとかあんま興味もなかったし今までベッキーちゃんの話なんか一言も言ってきたことないのに <laughs> 今日私の家にやってきたらいきなり髪型見てって。 ベッキーなのって、ってうん、えー、どうしたのって、<laughs> すごいだんだんバーコードになってきちゃう、<そ>う <laughs> あ眉毛がね、うん、ペタッとね、でもこの私なんかジェルつけてるのかなと思ったら、うん、天然のオイルでしょ、う、天然オイル、すごい油が出る、油ぎっしゅ、<laughs> ちょっと油ぎっしゅすぎてやばいんだけど、<laughs> あなんだっけシャンプー使わない健康法だっけ、シャンプー使わないノーシャンプー すごいなやってんだけどやっぱ油ギッシュになっちゃうね天然オイルが出てくる天然オイルが出すぎてうんこれがしばらく我慢するとちょっとオイルが抑えられてくるんだけどそうなのだってえっ私結構なんかあのノーシャンプー健康法を続けて長くない、うん、いやあの最近やめてたのやめてたのシャンプーしてたのでもやっぱりちょっともう一回チャレンジしてみようと思って今まね復活してんの あ、そうなの、うん。でもやっぱりちょっとやっぱりシャンプーしたくなるね。今シャンプーしてない日数何日くらい？シャンプーしてないというか、シャンプー使ってないお湯で洗うだけ、はい、がえっ、ー、と4日ぐらい。4日？うん。<ー>うん。なるほどね,ね。ちょっとね。 あれ、なんか音楽がなくなっちゃったね。んね、消えちゃった。私たちには聞こえてないんだ。私たちだけ聞こえないのかな。私たちだけ聞こえないです。そんなことないよね。ユージくんだけが聞こえてるのかな。ここ入れなきゃいけないのかな。そうだったんだ。えっと、皆さんから、チーキャス来てますね。はい。えっと、おんです。おんです。おんですってどっかしら、これ関西かな。え、うん、そうじゃない えー、こちらの番組はお初ですお初ですかどうも、はい、ありがとうございますイー,ーイーサンさんはい。ベッキー問題にコメントする人を観察するんですねそうなんですカオリンちゃんは気になって仕方がない、はい、そうなんです、うん、そうですそしてタロウスケさんの本あらあごめんねこんばんはさ <laughs> キさんカオリンさん できてますね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日も始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。そう。そうなのね。私ベッキーちゃんのことをなんて言って私はわからないけど、なんか何お休み？そうそう。休業。お休み休業宣言みたいな。ええそ無期限？いやなんかあの体調が悪いから休まざるを得ないって言ってるけど。 はあ、まあ体調も悪くなるよねはっきり言って最初の頃はまだちょっとは出てたんだけどもうあまりにもそのクレームが多すぎて、はい、だんだんなんかそのなんていうのこじれてるうんベッキーさんちょっとこの人腹黒いんじゃないのみたいなあ<ら>そんな人だと思わなかったみたいなだんだんそういう方が増えてきちゃったからうん、うん、最初の頃はなんかまだね ままあまあみたいな感じだったんだけどあそう、うんへえ<ー>もう今はすごい悪者ありがとうございますえー、そうなの今悪者になってるの悪者だよでもなんか私思うんだけど、うんうん、男の人の方が悪くない男の人は悪いけど結局結婚してるのを知ってて付き合ってる、うん 女の人っていうのは相手っていうのは結婚してる人っていうことを知ってて付き合ってたらその人が一番悪いんだってだからもう慰謝料はベッキーが払わなきゃいけないうわそれは奥さんに奥さんにうん奥さんが慰謝料をくれって言ったらねそうよ、ん、ね でも本当にでもし離婚するとしてもあの男の人は奥さんに一方的にだから浮気して離婚だったら自分が100パー悪いじゃあ男の人も、うん、男の人っての彼の名前知らないんだけど彼も奥さんに慰謝料を払わなければいけないそ,、うん、そしたら奥さんは彼からもベッキーちゃんからも慰謝料が、うん、もらえる,る可能性がある、うんうん、ある だからこじれればこじれるほどいっぱいもらえるかもしれないからでもさっき延増さんが言ってたじゃないその奥さんが、はい、そのバラした LINE の流出元だとしたらしベッキーの損害を与えたっていうことで奥さんは訴えられるかもしれない奥さんも寝込むね。 でも日本の法律では奥さんっていうのは一番守られる人結婚関係っていうのは最高最高の大事な関係でも結婚してない私としてはわからない何気持ちが誰が奥さんの気持ち奥さんの気持ち奥さんはその男の人のこと好きなの今もそんなのことどうだっていいんだよえ 好きととかか嫌い,とかい結婚してるっていう権利を権利があるんだからそうだろ、うん、で主張してるのねもうそうだよあらに、うん、イーサーさんね、うんえー、ベッキーも言ってしまえばいいのに不倫は文化だ、うん、それ純一さんじゃない、うん、そうじゃいね見よって言われるわよ、えー、まだ余計なか判勝っちゃうでしょ <laughs> それは純一さんが自分が結婚してて不倫したからでしょ うんうん、不倫は文化だっていうのは、うん、ベッキーは言えない立場よ自分は独身なんだからベッキーも結婚してたら言えるんだろうけどね,どねダブル不倫だったらねまだ話はここまで、うん、まあそれは盛り上がるけどダブル不倫だって言っちゃうかもしれない あそうそうそうんかもうすごいこんなベッキーのことで私一生懸命なっゃってすごい熱くなってるね熱くなりすぎて前髪がバーコードになってってるよそう油も出てきちゃうしちょっと直そうかなあとであとでねやっぱりちょっとなんかこのい語るねもう本当に今日はもうベッキーちゃんで頭いっぱいなんだそうなのえっとねじゃあ今日はね えっと私たちあのまあ芸能ネタ好きよね私たちやっぱり女子は好きよねだけど私たちあの先週はねあの先週の放送で言ってたあの夜中にやってたドラマの再放送ね野武長コンゼルトとうとうね映画見にって来たんだよねそう行ってきたね面白かったねよかったね。 怒ってないよね本当に激おこだったからね前にね私たち二人で映画を見に行った時はね本当に今回の「信長コンセルト」は劇場版「信長コンセルト」最高よかったよかったそれにねついてねえっとまあ映画の話から芸能話からはい 女子はいろいろ話していきたいと思ってます。はい、えー。皆様も、えっ、ー、と、メッセージ、どしどし応募してくださいね。お願いします。はい。えー、メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp です。ファックスは098-934。 8653です。また、FM コザでは、ユーストリームで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いします。それでは、ここで一曲いきたいと思います。DJ ユージ。はい、えー、では、曲紹介させていただきます。コンスタンティン・シボルドで、ライモという曲をお送りいたします。 それでは聞いてくださいどうぞ はい、い DJ ありがとうござます私はこの曲は何して聞いたことあるんだけどあ本当ですかあそうなのってあとうまく言えないけどんかあのメロディーラインは昔ヒップホップのアーティストが使ってたやつで有名な曲がやっぱりそうへえ「トライブ・コールド・クエスト」でしたっけんか結構有名どころの曲のものをこういう四つ打ちでまたカバーっていうか あなんかね聞いたことあるわと思ってなんか今日なんかすごい軽やかな感じだねずっとねなんかねウキウキしてくるねなんかわかんないけどありがとうございますえっとその音楽を聴きながらね私たちはいろんなねチラ話をしてたんですけどねメッセージも来てたねメッセージ読むメッセージいきましょうかはい 間違えたとメッセージはいえちなみにちちなみにちなみにちなみにしんいちさんはいこんばんは今日も宮崎から聞いていますありがとう今日から宮崎も沖縄もプロ野球キャンプが始まり 宮崎は6チームが来ています、はい、かおりんちゃんはキャンプ見に行かないですか、うん、行くかしら行きたいな行こうかな私も行きたいわうん。うん、行くとしたら一緒に行こうね行こっかうん。うん、沖縄市はカープ広島が来てるの、うん、でチャーンにドラゴンズかな 毎年大体決まってるから沖縄市にカープ沖縄市のどこえっコザ運動公園とかあそうあらこんなに近くにカープいるのよじゃあ私もカープ女子カープ女子になれっていうことかしらカープ女子がいいのいやわからないけど巷がカープ女子て言ってるからヤクルトそうヤクルトが去年優勝したんよセ・リーグは。 あら、うん、ヤクルト何私はミーハーだから男前がいないと <laughs> じゃあカープじゃあカープ女子になるわ <laughs> ね機会があったら見に行きたいですねはいはいそしてカウリンちゃんに質問があります、はい、今日のファッションは何ですかちなみにち,ちなみにデニムですかデニムですじゃないんですあら立ってはい見せてください。 今日のかんちゃんはなんかどうしたらこれ全部なんかえらい縦模様の線がいっぱい入ってる。フォーエバー。フォーエバー。フォーエバーの twenty o n の女子。今日はなんか大人っぽいねファッションしてますよ。あの胸元をピチッとこう締め付けちゃってる感じで。でジーンズではなくてあのなんだろうねこれは。えっとニットのスカート。ニットのねあのニットのスカート今年の冬流行ってた。 そうなる。うん、あの体のラインがピシッと出るね。はい。暖かそうな格好してるわね。暖、うん、かいよ。あら、いい子だから。ね、う,ん、うそうですか。しん、はい、さん、今日はね、デニム、ニムじゃないのよ。また、ね、来週楽しみにしててください。うん、はい。はい。そして、そして、もう一件いきましょうか。はい。はい。初めてのメールです。 はい、イーサーさんイーサーさん、ありがとうございますい先々週沖縄へ遊びに行ってて、うん、小座へも行ってきましたが<う>美女司会の時間までいられなかったので残念でしたあらあら小座まで来てくださったのね,ねきっと他の番組をこう見てたのかもね,そうよね月曜日はちょっといられなかったんだねじゃあねじゃあ日曜日とか、うん、ね,ね週末に来て あのーうん、小ザまで来てね、うん、FM 小沢をねあのー、見てねじで見てねありがとうございます,いですよ、ね、はいそして信長コンセルトの話ですがお二人は小栗と山田ではどちらがタイプですか <laughs> 知り合いは小栗旬は俳優としては良いけど、うん、プライベートはちょっとと言ってたんですけどね、えー えこれえ小栗旬くんと山田っていうのは山田孝之でしょあの猿くん猿くんの役してたあのさすごいなんかあの人のさ演技があのなんていうの復讐に燃えたもうぴったりな感じでもう腹が立つ感じ私は見た感じはやっぱり小栗旬くんの方がほら山田は猿くんはい。 すごいよねなんかあのその憎い悪い役悪い役がたっやった、ね、悪い役すごいねあんな悪い役なかなか普通の人はできないよねすねひげ濃いよねねえ、うん、あのコーヒーのコマーシャル知ってるああ<ー>猿くんがかるあのなんかいろんな人になってコーヒーのひがすげえ何人 何なのあの髭はね分かんないうん見た目はどう、うん、私はちょっとあんまりこってりしすぎて小栗旬かな小栗旬っていうか、んね、まあむしろ向井むなんだけどあのね私の中で向井おさむさんも出ててね、うん、男前がいっぱい出てたわよね,ねたよね、うん、私たちね、うん、映画を見に行ってきて、うん、ねえ 本当によかったねって見てよかったねって何かあのかおりんちゃんが言ってたんだけどあるシーンがハリウッド映画の「ラストサムライ」と同じぐらいのいいシーンがあっね戦闘シーンとかさ結構すごいなんていうのお金かかってんだあのんかこのほら 焼けるシーンとか、建物とかもさ立派だったよね。立派だったよね。うん。なんか、本当。面白かった。見てよかった。私はすごい、楽しかった。あの、皆様にもね、あの。あの、劇場版のね、信長コンセルト。ぜひ。見に行ってもらいたい。これは見に行ってね、損はないと思う。だって、私たち、金返せって腹立たなかったもんね。 前ね某映画を見たときにねそすごい二人とも怒っちゃったのっ金返せとか沖縄バカにしてんのかとかうもう本当に <laughs> もう,もう本当つらかったねあの映画はねそうねあれを見てっていうのは、ね、あれを、ね、見た後にね「ノブナガコンセルト」見たらねほんとね,ね,<え>ね見,見てよかった見,る回があ見た回があった 本んよかったみんなにおすすめするあの前のあの映画は誰にもおすすめできない見ちゃダメだよっていう感じのねただでも見ないでねっていうぐらいのそうよね映画だったもんねうん今回はねなんか私たち水曜日に行ってそうそうなんだっけあの水曜日はレディースデーかなと思って安くなると思って行ったらあれなくなっちゃったなレディースデーっていうのレディースデーやめましたみたいな で私たちえそうなのってガーンってなんかショック受けてたらまあでも見た後全然いいんじゃないのって1 7 0円払っても十分見てよかったほんとほんとうんそうえっとね男前がいっぱい出てたわよさきさん暴言とか言ってるけど全然暴言じゃないよねあの冷静に考えて あれはほんと金返せだよね <laughs> なあの前のボー、うんうん、前の <laughs> 沖縄の言っていいのかなあれ沖縄のみんなで協力し合った映画なのにのみんなでね青春を捧げてたのにね、うん、あの映画に、ね、ひと夏をねみんなね頑張ったよね,ねすっごい頑張ってみんなねエキストラの人とか、ね、エキストラとかね出たよね,ねエキストラボランティアだったのにねねで私たちね<当>エキストラ あばよくは映ってるんじゃないかってねそうそう喜んでいったら見なキャよかったってあこりゃみたいなぼろかし言ってるわよねごめんなさいね。ツイキャスがちょっと今ね中断しててごめんなさいねでもいい映画の時はいいわよって私たちはっきり言っちゃいますからねおむなのコンセルとは見に行ってくださいそうなの見に行ってください全員行ってきてくださいこれだ 大丈夫かなできてるかなできてるよねみんなツイキャス動いてますか動いてますかなんかできてないっぽいもう一回やってみよう <laughs> <laughs> あれどうなってるのかしらはいあできたできた、はい、オーケーです、うん、じゃあもうもう一曲えこうかしらね DJ ユージーお願いしますはい、えー、次は少しゆったりというか はい眠くなるかもしれませんが <laughs> 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 えっと日本人で中島信之という方の、うん「シンキンオブユー n n ズドリーミーミックスというものをお届けいたしますそれではどうぞあら はい、DJ ユージ音楽ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか日本人のシンガーだとは思えない。そうあ、歌ってる方がそうなのかちょっと。日本人？どうですかね。でも英語だったよね。ねあ、でも日本人ですね。森歌ってる方は森俊二さんっていう。へえ<ー>。はい、ね、なんかそんな感じじゃなかったね。みんな多分、うん、日本人が。 やってる形で。いい声してたよね。すごいどこからそういうのを探し出してくるんだろう。いや、たまたまですよ。本当。はい。ありがとうございます。はい。あら。リスさん。あら、リスさん。あ、なんじゃこりゃ。ゲスちゃんっていう名前になってるよ。名前変えたの?。こんばん、すぐる。こんばんすぐるよ。 ル。他の人わからないってね何それみたいなってみたいな私のえっと今日はね何の話してたかっていうと映画をね「信長コンセプト」をね劇場版見に行って実際よかったですよっていう話をしてたのよねそうそうなの。うん ぜひ行ってくださいってぜひ行ってくださいこれはいいよ本当に良かったうんみんなかっこよかったねストーリーもまあ面白かったよね面白かったよくできてるなんか衣装も綺麗だったよねそうだねねえ戦ってるシーンもかっこよかったねあのさ私はもうキャーと思っちゃったんだけどどこがどこが信長が 一生懸命小栗旬んが戦ってるシーンが。うんうん、もう。もうなんていうの、小栗旬祭りと思ったの。うん、<laughs> そうね。かっこいいので、もう見せびらかしまくってる。うんうん、そうだね。なんかこう。いつの間に。小栗旬は。うん。ただの高校生だったのに。あんな戦えるようになっちゃったの。た練習したの。 そんなさ簡単にさ戦えないっしょ、うん、と思ったんだけどすごい怪力でねすっごいみんな3十人もやっつけてたよねぶち、うん、倒して,ってたよね、うん、馬も乗れるしみたいなね馬乗ってる小栗春君すごいかっこよくなかった <laughs> かっこいいよね、うんうん、てか何してもかっこいいねかっこよかったねあの覆面しててもかっこいいしね 三井てて、ね、の役でねえっと何だったっけなあの三井は、うんえー、明智光秀役か、うん、そうそう一人二役やってたよ人役だから、ね、それもまたかっこよかったよかったよね、うん、なんか信長はチャラい三井君は硬派、ね、な感じでね暗い感じのちょっと影のある感じでねうまくね、うん、やってたよね、うん、うまくね演じ,演じ分けてるよね,すごいねうん で私向井さんもすごいねいいわと思ったわかっこいいよねうんうんいい男だったよねいい男祭りうんいい男祭りよね <laughs> そうだあのー

そうよね私たちとあ、ね、と2人ぐらいうんだったよね、うん、今回いっぱいいたよね、あのー、結構、うん、女の子たちあとカップルも来てたよねそうそうカップルも多かった、うん、あれカップルで見ても楽しいと思ういいよね、うん、なんかそんなにすごいシリアスじゃないし、うん、なんか 楽しめるよねねカップルでんかちょっとラブストーリーなところもあってあの映画を見てカップルでより愛を育んでくださいみたいなかデートをしましょうとかんか指輪を上げてたりとかそういうシーンを見てねよりカップルも盛り上がるんじゃないかしら勉強になるっていうかね。ねえ。はいそうなんです。 そういう話をしていんです。結局のところイケメンは何をやっても <laughs> 疲れるという結論。そうですね。はい。うん。あ <laughs> のかしらイケメンがよりイケメンに見えるシーンだらけだったの。うん。うん、本当だよね、うん。そうなんです。な、うん、でかしらこれ、うん、ゲスちゃんカオリンちゃん昨日ダウントンアビーやってたよ。私ダウントンアビーをが好きって前言った。 忘れちゃった忘れちゃったダウンタイムダウンターナなんかいつもね見るの忘れちゃうの日曜日の夜にやってるんだけどイギリスの昔の話、はあ、なんか言ったっけあラジオで言ったかもしんない最近全然見てなくてあそう面白いのでやってるドラマは、うん、そうへえ。面白いんだそうイケメン出てるのイケメンはあんまり出てないあそうだ、ねうん。<laughs> <laughs> <laughs> うん、でも結構面白い <laughs> <laughs> 皆さんなんかいっぱいも <laughs> う言ってるんだも,んもうさきちゃんすごい金とお尻で戦いをしてみたいな <laughs> で馬に乗ってたら、うん、これちゃうよって <laughs> <laughs> すごいねうん。うん そうだねあの戦ってるところでさき <laughs> ちゃんそんなアドレナリン出てたんだそう出てたのマジでそれ言わなきゃと思ってただもうこれもうほんとんど私なんかなんで小栗旬いつの間にこんな強くなれたんだろうっていうそっちの疑問がなんかよぎっちゃってあんまり小栗旬かっこいいっていうなんか。 そこにはあんま思わなかった私も一瞬はね、うん、そんなに簡単に強くなる、うん、と思ったんだけど <laughs> いや待てよってそれを忘れさせるぐらいうん、うん、多分忘れさせるためにあの戦いのシーンをいっぱい盛り込んだのかもしれない、うんうん、あ,あそっかその矛盾を矛盾をね忘れ男前で忘れてよねみたいな。 うん、<laughs> そうだよねまあてかまあもともとありえない話だもんねタイムスリップするなんてね,ねでもあれが本当の歴史なのかなとかそうかねそういうこともあったのかなって織田信長は本当はあれかなって思っちゃうぐらい、うんうん、未来人だったのかなみたいな、ね、未来人だったのかなって思っちゃった、うんね、本当それぐらい思,思えちゃうぐらい、うん 見ちゃったねっていうかそのストーリー自体がよくできてるっていうか納得できるもんね怒らなかったよね怒らなかった喜んで見れたね本当にね喜んで見れただからもう本当これはもうあのポリネシアン的におすすめの映画ですうん。男性の方もね喜んで見れると思いますよ男性も女性も喜んで見れますよはい。 はいなんかいっぱいメッセージ来てるんですけどうん、うん、どうしようかしらどうしようかしら、うん、なんか私たち、うん、ベッキーちゃんとか小栗旬君とか、うん、なんかこう野球の選手がどうのこうのとか、うん、芸能芸能ネタ芸能ネタ好きよねね。うん、そうでも今日は、うん、えっとどうしようかしらユージ君の八ドルの宣伝もしちゃおうかしら 私たちね、そこはまだなんかあの謎のお店ということで謎にしといた方がいいな。私たち先週ラジオの後行ったのよ。はい、ありがとうございます。二回目。本当楽しかった。週に一回しか開かない変なお店なんで。小座です。週一回だけ月曜日しか開かない。定期的には月曜しか。開ないそして今ならば一品。 ドリンク円全部300円今だけそうね美味しかったねこの間何だっけ大根風呂吹き大根風呂吹き大根と何食べたっけあとアヒージョアヒージョですねそうですねアヒージョときのこのアヒージョねあとなんか鶏肉のなんかバンバージーみたいなやつ突き出しではい出してましたね あのー、彼は料理作るの好きなのそうでもともと好きでまあ食べるのもやっぱ好きみたいで家でこう飲みながらつまみを作ってっていうのでうん、うん、なくなったらまた作ってみたいなのを家族とか友達とよくやってて、えー、すごーい今の男性の方の方がねお料理上手よね、うん、そうだね。うん そうだね本当だねなんかこの辺にいる男性みんなお料理上手だねカズさんとかもそうだしどうしようくんとかそうだよねうんユージくん料理は僕もはいちょっとはあそうあらまあすごい私たちが料理が全然できないというに周りの男性はっていうことにねできるもんしかできないですね 簡単なやつしか私ダメだ <laughs> <laughs> 何そのく急に暗い顔してるの <laughs> 私ダメだダメもうなんかもうスパゲッティにあのミートソースをかけるぐらいしかできない缶のうん缶じゃなくてあのパウチのやつ <laughs> <laughs> 温めて温めてチンするだけはいスパゲッティを茹でるのもチン そうそう温めるのもチンねいや私もね本当あんまり作れないから、うん、も私も本当カレーしか作ってないからカレーもう最近カレー見るのも嫌だからカレー見るのも嫌なっちゃったじゃあシチューにするとかシチューにしようかそういう手があったよね、うんうん、忘れてたね <laughs> 基本同じだけどね基本一緒なんでしょ、ね、じゃがいいも人参玉ねぎみたいな、ね、そう、うん もっといろいろ作れる女子になりたいな美女司会なのに頑張ってはいそう私たちね料理もね頑張りたいなってそうだねさくちゃん料理教室に行きたいって言ってたねどうしたのでしょ行ったらいいさそう ABC クッキングスクールライカムにあるある。そこちょっとね考えてるのうんうん どう料理教室に行く女子っていやまあいいんじゃないですかやっぱりやりたいものがあればやった方うがいいと思いますよ全然もうね教えてくださいってあれでもね私ね友達が言ってたんだけどさよ子さんもお料理教えてるわよってああそうなんか前今もやってるんですかねあんまり最近聞いてないなと思ってあの頼んだら家に来てくれるわよって なんか前やってるのは見たことああ、りますねそう私も友達のが習ってるっていう人がいたよ今も今はどうか知らないけどあ、そう先生だって言ってたよさん美味しいですもんねご飯またそうなんか私買い物からスタートしてほしいのあああの材料ははいこれとこれとよくわからないなんか咲ちゃん買うものすごい決まってるもんねえひき肉 カレーの材料の野菜じゃがいもにんじんたまねぎカレール米米すごい買ってんのあとなんだっけウインナーと卵それは朝ごはん用なんでしょどんだけ男前なのもう私もなんかさよ子さんにお料理習おうかな で、買い物からね手取り足取りこう教わってまず調理する前から「お願いします」みたいな「心構えから」みたいないつもさきちゃん家の冷蔵庫なんかさたまにパカってやったの見ると猫の餌ぐらいしか入ってないもんね牛乳とかねそううん。 <laughs> そうなの、うん、私なんかでも今週せっか先週か2日連チャンでお昼マクドナルド食べちゃったえどうしたのなんかかんなり急にマクドナルドが食べたくて体が干しちゃったのかなそうな昼間2日連続行っちゃって、うん、こんなんじゃダメだよねって思いながらすごい喜んで食べてたあそうたまに食べると美味しいよねそ <laughs> そうそう、うん、3食好きや 何ゲッシャーう嘘でしょ絶対嘘リスさんははいむっちゃ肌が綺麗だったからすごいいいもん食べてそうベジタリアンうんベジタリアンかなねえ今夜はスシロー今夜はスシロあもう時間が時間がね一1時間ねあっという間に経ってしまいましたはいまたねえっと 今週もね、なんかどっかかおりちゃん、一緒にね、私たち活動しなきゃいけない。そうだよ、さきちゃん、新しい車買ったから、これでどっか行きますわよ、皆さんね、また来週月曜日夜10時、美少年会、楽しみにしててください。き今日もメッセージ、たくさんありがとうございました。 えーとこの番組ではメッセージを募集しています。うんはい、メールアドレスは七六一アットマーク fmkodo.jp です。はフ、い、ァックスはゼロ九八の九三四八六五三です。お相手は私浦中咲そしてオーロラ香りのポリネシアンでした。したそして今日の DJ ユジでした。はい。 ありがとうございます,いますえ。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、また楽しい週間になりますように。お疲れ様でした。お疲れ様でした,おでした。おやすみ。おやすみ。